長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってる奴なんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。元気そうだな。あの女俺の獲物や。あんたも死ぬ気。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。わら、キリを探し出してここに連れてこい。生け捕りにして俺の前に出した。何の真似だ。悪ふざけにしちゃう太刀が悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。檻なんだよ、檻。檻の中のお前が何黙って出てんだよ。なあ、なあ。なんと。私を殺しに来たんなら。